今日ね、ちょっとね、配信の環境が違うんでよろしくお願いします。今日は、2017年12月の23日、クリスマスイブイブですね、22時59分、もうすぐ、夜中の23時になりましたね。こんばんは、よろしくお願いします。映像と音声問題ないですか？皆さん。映像と音声問題なければ教えてください。どうですか？見えます？あれ？レスポンスがないな。来てない。早速ね、シルバーアクセサリー。映像音声問題ない。ありがとう、マキル。タイムラグはどうだろう？タイムラグもそんなにないかな。大丈夫？タイムラグもなさそう？大丈夫かな？イカ娘さんいらっしゃい。スタジオから放送です。KP、こんばんは。お待たせしました。やりますか、じゃあ。まあ、といってもね、俺はね、掘るだけだからね。ひたすら削りまくろうと思います。ここがね、X さんのシルバーの工房です。待ってました。おかえり。かっこいいよね。あ、X さん。X さん。充電がないっす。充電なくなっちゃうと電波切れちゃいます。なんかに。充電しといてください。KP。全く問題ないかな。ぬるぬる？映像。問題なしん？大丈夫かな。パソコンの環境が違うから。はい、ワード2、こんばんは。ぬるぬるですか？いい感じでございますか？大丈夫そう？ちょい上か。多分ね、フレームがドロップアウトしてないから、大丈夫だとは思うんだけど。こんな感じでございますよ。はい？いや、持ってないですね、僕、充電器は。やばいっすね。どうしました？充電器ない？え、マジですか？どうしよう。え、普段どうやって充電してたんですか？あったんだけどなくなっちゃった。どうしよう。はい。ベッドの下とかですかね。絶対ありますよね。はい。そうですよね。絶対どっかありますよ。タバコ OK なのは嬉しいですね。ああ、嬉しいですね。うん。コマ社員いらっしゃい。ラグなさそう、リスナーさん。どう？ラグない？聞いてる感じ。かっこいいよね、スタジオ。工場ってかっこいいよね。こうさ、引き出しとかにさ、もう全部セットされてあるのよ。こう粉を削ったカスを入れるところとか、こう作業机とか、すごくない？かっこいいわ。おい、ワト2、カルンいらっしゃい。大丈夫ですか？ちなみに X さん今ベロンベロンです。ベロンベロンです。出来上がってました。飲んでないですか？今日朝から飲んでるんですよね。いつも朝から飲んでるっていう。出来上がってます。フラフラっす。今ね、iPhone の充電器が見つからなくてね、X さんがパニックってるところ。どこ行ったんですかね。ここで生活してるから絶対コンセントあたりとかにあるんじゃないですか。いや、ないっすよ、iPhone の。ケーブルさえあれば。iPhone のケーブル。タバコありました。そうやって投げるから。投げるからなくなっちゃうんだ。ありました。ない。あった。自宅も兼ねてるわけじゃないの。寝泊まりができるような感じで。自宅いっぱいあるの。3つある。3つあるうちの3つあるの、自宅は。彼女、うん、ここはスタジオなんだけど X さんが寝泊まりもできるようになってる。やばくないですか？充電なくなったら多分放送できないですね。本当にそうなんですよ。そこだけだよ。そうなんです。放送できなくなったらあかんっていう。ちょっと待ってね、皆さんね。はい、そこにコンセントありますよ。おせんべいの袋の下に。それイヤホンで、そのおせんべいあるじゃないですか。上にタバコ、上ですね。そこにコンセントありますよ、iPhone の。あ、いや、コンセントのプラグがそこに。はい。最近俺が夜型の生活に戻っちゃってさ。ありました。あ、よかった。あ、よかったっす。あ、いっす。あれ iPhone どこっすか？いや、 iPhone 渡しましたよ、僕。今度 iPhone なくなった。そうですね。 Wi-Fi、iPhone が今度なくなった。今寝ないでください。うん、これ火つけたまま寝たら大丈夫なんですか？だって1000度とかっすよね。大丈夫なんですかマジで。うん、電気代半端なくないですか？半端ないですよね。あ、ごめんなさい、今ヘッドホンつけてるの聞こえないです。1万5000円かかるの電気代。うん、ルーペここにあるね。ルーペ、ここにもルーペがある。うん、こんばんはホニーさん、お疲れ様です。にくちゃんこんばんは。うわすげえ、リングがいっぱいある。転職発見してないよ。シルバーのブランド立ち上げんの。あれ言ってなかったっけ？和道っていうシルバーブランドを立ち上げんの、今から。シルバーの工房ですね、ここは。和道っていうシルバーブランドを立ち上げるんで。X さんの作品、後でご紹介しましょうか。X さん、今、この X さんのスタジオから放送してるんですけど、X さんはこの彫金師っていう職業で、30年ぐらいこの道もやってるんで、もうプロってます。はい、シルバーのプロっすね。シルバーじゃないのか、金とプラチナがメイン、うん、でちょっといやダメ、もう飲まないで。ダメ、うんじゃないの。ベロンベロンに出来上がってます、今。ちょっと、iPhone 探しましょうよ。iPhone。なんでさっきのなくなっちゃったんですか？なんでなくなったんですか？口は3日あったけど。はい。カバンの中入れちゃったとか？はい。よいしょ。はい。どこだ？ iPhone 渡しましたよね、僕。持ってないですよ僕。電話鳴らしましょうか。今鳴らしてますよ。なんかブーブー言ってますね。ああ、いやバッグ投げない。いました。あ、OK です。 OK です。はい、あれ電話切れない。あ、電話切ってもらっていいですか、そっち側で。はい、あれ音が今度バグったな。音が来てないよね。来た来た来た。X さんの作品見せてもいいですか？いいっすか？これっすよね。こん中っすよね。X さんの作品こんな感じです。見えます？すごいでしょ。やばくない？ドラゴンすごい重量感だよ。すごいでしょ。ほらプロです。プロ。これいいよな。すごいでしょ。ディティールがすごいでしょ。これ首取れるんだけど、竜ですね。やばいでしょ。うん、裏まで全部。いやもうすごいよ、この重さは。すごい。あと細工がすごい。それはこれはなんつうんだろう、アクセではないよ。重いね。他の作品もいいっすか？見せて。いいっすか？え？全部やっちゃえばいい。了解です。なんかここにもいっぱいあるの。ここはダメっすか？この中のは。いいっすか？なんかいっぱいあるよ。なぜか王冠がいっぱいあるね。王冠が出てきた。おお、すげえすげえすげえ。いっぱいある、ほら。いっぱい出てくる。シルバーが。見ようか。これは、俺初めて見るんだけど、ドクロっすね。いや、いっぱいありますよ、この中。そんなあったって。はい。うん。ドクロとか、いっぱいあります。まあ、なんだろう。もう多岐にわたるジャンルでありますね。こう、ナイフかな。ナイフペンダントみたいな。へえって。わかりました。思い出しました。なんだろう、これ有名なブランドなんですか？ブランドになっちゃった。あ、ナイフがドクロに刺さるようにできてんだ、これ。はい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 。あ、すげえ。これもう有名なブランドになっちゃったんだって。要はブランドの裏のその受注とかもやってる人だから、こういうことだ。あー、すげえすげえ。こうだ。海賊みたいに。これ有名なブランドになっちゃったみたいです。これが。これすっげえ高いんですか？もう断ってんですか？なんか有名なブランドらしいです。めんどくせえからっつって。なんかいっぱい、いっぱいありますね。指輪もなんかゴロゴロあります。いや、あれでしょ？わかんないけどよく。ごめんなさい、ゆうこさん。ごめんなさい、X さん。僕ヘッドホンつけてるんで外の声全く聞こえないんですよ。申し訳ないです。ぱいある。ほら、これが多分その白銀って言われてるその加工しない銀じゃん。真っ白い。多分この状態の銀ってみんな見たことないはずなんだよね。この綺麗でしょ。こういうのも使いたいなとか思ってるんだよね。その黒く黒ずませてない状態の銀、綺麗でしょ。白銀。いやめちゃめちゃ多分そのねシルバー好きな人からしたら工場とか絶対見ないはずだから生つばもんだと思うよ。これがその加工してある銀の色で、これが加工してない銀の色。うん。これもドラゴンだね、これも。うん。これ竜の置物だね、多分。ドラゴンですね。すごいよね。これは作れないわ。すごいでしょ。うん、いやもう宝の山っすよ。どこやった。あ、ドラゴン。これもドラゴンだ。これは手のない竜だね。これ多分これにかませて これとこれが同じパーツかな、うん、高いとかはないんだよ。だからグラム重さだから銀は。それこそ値段をつけるのは店じゃん、ショップじゃん。もう工場の人たちはそのグラムの重さが値段だから。だから逆にその作る腕が値段でしょ。だからショップが値段決めるんでしょ。だからどれだけ手間かけたとかそういうことだと思うよ。高い安いは銀の値段だから。これは多分まだ製品化する前の段階じゃん。ペンダントトップだと思うけど。はいはい。あと女の子向けかな、これは。わかんないけど、なんか蝶々の羽っぽいのがありますね。リングとかもいっぱいあるよ。リングもある。まだ石とかははめ込んでないけど、全然石とかもはめ込める。ミニ竜が出てきたね。ミニ竜が。作風は、いや、ブライダルリングとかそっちも全然いける。全部いける。だから多分こう、その、あれじゃん、その時の気分なんでしょ。すごいの見せてもらったよ。だからその、金細工のジュエリーとかさ、そういうのもやる。これはだから、その、なんつうの、若い子のショップ向けっていうオーダーでしょ。作風っていうよりも、その、クライアントの意向でしょ。メーカーさんがこういうのを作りたいからこういうのを作ってくれっていうのに応える人だから。だから完全その職人さん、どんなものでも作れるっていう、うん、これはなんかミッキーの怖い顔みたいなのが出てきたな、うん、これミッキーマウスでしょ。怖い顔だね。なんかミッキーの怖い顔のシルバーがある。画面に映らないけど、これドラクエっぽくない？これドラクエっぽい。ロトっぽいね。かっこいい。あ、これかっこいいな。あ、これ好きだな。これめっちゃいいじゃないですか。これめっちゃよくない？線抜き、缶の線これめっちゃいいんだけど。これめっちゃ欲しい。これさ、昔の缶の線、懐かしくね？昭和の人からしたらこれテンション上がるっしょ。ほら。昔これだったじゃん。缶の線取れるタイプのやつ、なんて言うんだっけ、プルタブって言うんだっけ。超懐かしくねこのタイプ。これはなんか好きなんだけど俺。本物じゃない、シルバーだよ。え、これ良くない？これめっちゃいいんだけど。懐かしいんだけど、このタイプ。このカパって缶のやつ。今さ、全部くっついてるじゃん。え、これめちゃめちゃいいでしょ。これはなんかいい。時代のアイコンっぽくていい。これセンスめちゃめちゃある。ペンダントトップとかリングとかが多いかな、今見てんのは。なんかその本格ジュエリーみたいなのもあるんだけど、っていうか人の工場勝手に荒らしていいのかな。なんか俺がガチャ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 やってるけど、もういい、好きにやっていいよって言われてるけど、うん、なんだろう、あるよ。そのブライダルリングみたいなのもいっぱいある。トナカイありがとうのま犬さん。ちょっと待って。あ、これはなんかこうちょっと高級感あるお馬さんだね。ピントが合わないお馬さん、ピント合わないね、ピント合わない、うん、こうか、うん、こういうのもある。いろんなのあるね。うん。面白いな。あ、これとかかっこいい。これめちゃめちゃかっこいい。すごいよね、まん丸だもんね。これかっこいい、なんか。これいいな。まあまあ、こういうことができますと。はい。で、シルバーブランド立ち上げです。重っ。それが前言ってた懐中時計みたいなの。ん？懐中時計みたいなの？それってどれ？懐中時計？今回僕が作るのは、ペンダントを作ろうと思ってます。来てみたはいいんだけどね、X さんが寝ちゃったんでね、作業をやろうと思います。作業やりましょう。丸いの？ほうほうほう、ああ、そういうことか。懐中時計の蓋みたいにこう丸いやつに細工をするって意味だったのか。寝ちゃいました。大体 X さんは大体お酒飲んでるんでお眠りになられました。ただね、ちょっと不安なのがね、後ろに1000度の温度の炉があるの。炉が稼働したまんまなの。大丈夫なの？酔っ払ってベロンベロンなのよ。なんか大五郎みたいなの飲んでて。あ、今日は酔っ払いの日だと思って。まあ、簡単に言うとですね、とんでもない、腕のいい、シルバー職人なんですけど、アル中です。X さんはアルコール中毒です。出来上がってます。2個ポケットに忍ばせてたの見逃さなかったぞ。やめて、そういうの。信頼関係本当になくなるから。そういうポンプで、お前らがそういうポンプで、X さんと俺の信頼関係なくなるからやめよ。あれ、和道くんなんか盗んだでしょって。うん、まあまあ、本当のこと言うと3個なんだけどね。うん、ポケットに忍ばせたのは2個じゃなくて、3個忍ばせたけど。うんうん、ただの泥棒じゃん。だってさ、ここにある機械とかもさ、1個数十万とかする機械なんだぜ。すごいよ。もう宝の山だよ。大丈夫ですか？うん。手が震えて仕事ができないなっつって。いやいや、そこは大丈夫でしょ。アルコールで手が震えて。その震えを利用して掘るとかね。うん、それコントでしょ。うん、それちょっと面白いね。なんかその普通のなんか女性向けジュエリーとかもつくんすか？あります？なんかまた iPhone 転がっちゃいましたよ。うん、飲んだら震え止まんのかな。なんかだって今日の朝の8時からもう今までずっと飲んでるらしいよ。でこのあとキャバクラ行くって言ってるから狂気だよ。僕はここでずっと作業やってるんでキャバクラ行ってきてくださいって言ったけど、キャバクラ行こうかなとか言って。あ、いいっすか？あ、じゃあ皆さんちょっと待ってくださいね。あ、熱風がやばい。あ、ていうかカメラ溶けちゃいますよ、これ。こういう感じですね。やばいでしょ。ちょっと、こんな感じです。熱い熱い熱い。溶けるカメラが。すごくない？これが炉で、今、1000度ですか？これ1000度です、今。もうこの段階、この距離でもう熱いっすね。はい。これが、シルバーを、作る時の炉です。1000度です。やばいでしょ。熱っ。1000度です。やば。めちゃめちゃ熱い。震えを上手に。和道が商売して流行らせれば販売をして。違うの。今回パルちゃんね、やろうと思ってるのが和道ブランドを立ち上げるの、プロジェクトで。で俺がデザインして作って原型を作って、でも所詮素人のものじゃん。そのイメージとかは俺ができるかもしれないけど、そこに手入れねえわ。本当に溶ける。手が絶対ダメ。熱いよ熱いよとか押すなよ押すなよとかいうレベルじゃない。本当に近づけないぐらい熱い。で、まあ話がそれるな。まあ今作ってるんですよ、シルバーを。で、X さんに最後、整えてもらって、あれします。販売しますんで。和道っていうブランドを立ち上げるんで。よろしくお願いします。メルトダウン配信とかやらねえから。うん。そんな感じかな。なんか俺がイメージしてんのは、なんつうんだろう、外国から入ってきてる文化じゃない。でもともとほら銀細工ってさ、日本だとおみこしのなんて言うんだろう、こう飾りとかさ、かんざしとかだと思うんだよ多分。で今みんなが身につけてるものシルバーアクセサリーじゃん。なんかなんて言うんだろう。日本っぽいブランドを立ち上げたいなと思って。日本初のシルバーみたいな。こっから先来ると映っちゃいます。言ってもらえれば。大丈夫ですか？あ、これですか？はい。いいっす。ナイフの方で言ってるんで、まだギザギザが残ってるんですよ。でもイメージはそんな感じで、削り出したものを綺麗に最後コーティングしようと思ってますね。ナイフの刃の方で入れてるんで、粗いっすって、まだ。うん、いいっすか？いいっすか？もう、グッといただきました。グッといただきました。うん。今ちょっと見てもらってます。で、今日はここで作業配信をやろうと思ってます。グッドっすか？グッといただきました。グッといただきました。バッチリっすか？バッチリだって。グッといただきました。はい。まあ、多分なんだかわかんないと思うけど、現段階では。もう X さんは俺の構想？最終形の形を、伝えてあるんで。これがパーツ1ですね。そのアクセサリーのパーツ1です。これが。で、今日はこれを仕上げるのと、もう一個のパーツ2のでかい部分を朝まで、ちょっとここで作業しようと思います。ペガサスの角ではない。本当にすごいのできるよ。のぎへんおはよう。おはようっていうか、もう夜中だぞ。うん。あ、いいところついてるね。ロンギヌスの槍みたい。いいとこついてくれてありがとう。あざーす。あざーす。了解です。さすがワードをいただきました。作品の大きさとしてはとんでもなくでかくなると思いますね。そうだな。大きさ的にはこれくらいの大きさになります。最終的に。これくらいの大きさ。だから、でんって感じの。小ぶりな感じじゃない。もう。これくらいの大きさになります。これくらいの。もう超インパクトある。で、本来は、シルバーが重くなれば重くなるほど、高くなるんですよ。シルバーって原価がかかるんで。だから、裏抜きって言うんですけど、なんて説明したらいいかな。あ、俺のつけてるネックレス、今見せるね。例えばなんだけど、俺がつけてるネックレス、これ5万円で売ってたんですよ。これ5万円。ね。で、こう、羽が広がって、羽の部分と、このフィギュアの部分、鳥の胴体の部分があるんだけど、これだと原価が高いじゃないですか。シルバーの重さがあるんで。で、裏見てもらうとわかるけど、だって削れてんのわかる？これが多分、これ裏抜きっすよね。そう。こういう風にして、中身を削ることによって価格を抑えるっていう技があるんですよ。これが裏抜きね。これ裏抜き。要は軽さを保つためとか、その原価を抑えるためにこういうことやるんですよ。裏抜き。見えます？これ。これをやらないです。僕の作品は。これがミソ。裏抜きはやらないんだけど、その、デザインで穴を掘っていったりとか、あと薄さと厚みのそのバランスを作っていくことによって、裏抜き僕がっかり感があると思うの。なんかシルバーアクセサリーでもさ、これが裏抜きだね。石の裏にさ、穴が開いてるでしょ。まあ多分これは石をはめるための多分あれなんだけど、俺こういうの嫌なの、ちょっと。なんかその、なんつう、ハリボテじゃないけど、表側に見せる面と裏側に見せる面が違うってさ、なんかこう、フェイクな感じがするから、裏にめくってもかっこいいものをちゃんと作ります。やばいものを隠すためではないね。あー、それ、売人？うん。かなりでかい作品になると思うんで。カルンさすがだね。ロンギヌスの槍みたい。なんか僕のシルバー持ってなんかやろうとしてんだけど。いいっすか？あとなんか見たいものとかあんのかな？みんなが気になるところとかあったら言ってください。せっかくね、こういう工房で撮影できるっていうのはなかなかないことなんで、楽しんでいきましょう、みんなで。裏にも細工するの。裏面には細工は入れないけれども、その、なんつうんだ、裏抜きはやらないっていうのが、俺のブランドは全部裏抜きはやだ。俺が、そここだわり。その、値段が張ったとしてもいいものは絶対伝わるから、なんか表と裏があるっていう発想が俺が嫌いだから。うん、釜今見せたじゃん。釜はいいって。今見せたじゃん、釜。釜今見せ終わったばっかりだよ。あとなんだろうね。裏にも細工するっつうか、まあリバーシブルとは違うか。うん、素材をけちりたくないとも違うんだよな。なんつうんだろう。裏と表があるっていうのが嫌なの。単純にその言葉の響きで。裏表があるっていうのが嫌だ。うん。その、なんつうんだろう。そこは気分の問題なんだけど、そういうのがあるの。俺の中で。裏を作りたくないっつうか、そう、セットとかハリボテとか嫌だっていう。じゃあ作業していきましょうか。素材を削るやつが多分ね、軽量化する目的もあるんだと思うよ。あ、どうもどうも、スタジオから放送してます。どうも。イスケビー。全面が表。そう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 。やっていきますか、じゃあ。まあ、ゆっくり雑談しながら朝までやってくんで楽しんでってください。普通に雑談配信だと思っていただいて大丈夫ですよ。要は偽善が嫌いってことです。そうだね。うん、やっぱ道具がいいね。道具が全然いいやつ。作業効率が違う。液晶画面高熱に近づけると変色する。気をつけます。もう奥だから大丈夫だよ。のはザラザラうるさいんでアクセサリー取らない。生姜吸ってる。いやー、すごい大変なんだよこれ。入って出て確認。これも職人の技なんだけど、これ簡単に言うと紙やすりなんですよ。ただ木の板を買って両面テープで貼ってっていう、その作業しやすいための細かい技があって、これだけで全然作業違う。こういう木の板に両面テープいっぱい貼ってあって、こう何番何番って全部書いてある。ああ俺だよねって、うん、雰囲気違うからいつもと。うん、でもかなりいいものができると思うんで安心してくださいね。安心したでしょ。ああもう大丈夫だわって。花火ありがとう、カルーン。花火ありがとう。これから寝るの？いい夢を。石とか入れるかどうかね、もう考えていかないといけないけど、コストが上がるから、なるべくストーンは入れない方向で考えてるんだけど。なんか武骨な感じでさ、こう、行きたいなと思って。お、てつさんいらっしゃい。いや、もう、最高の環境でしょ？夢だよね。バーガーありがとう。あ、いつもと逆の向きだね。そうだね、カメラね。俺がいる方が反対側なんだ。わかった。カメラバフバフする理由。クリップしてなかった。これだ。そうですね。うん。みんなクリスマスどうやって過ごすの？もう予定決まってる？あーねえ、ループの音だからね。でもやっぱさ、X さんの作品見るとさ、全然レベルが違うよね。さっき見てもらったの、X さんの作品見たいって、みんなが。どんなの作ってんのって X さんは。レベルが違う、やっぱり。いや、もうすごいよ。もう、本当に。X さんのこのワックス。X さんのワックスって見せらんないですか？やだ。やだって。もうレベルが違うよ。びっくりする。ワックス一つでもう全然違うの。なんつうんだろう。そうです、そうです。いいっすか？どこにあります？ちょっと待って、OK 出た、今。どこだろう。これっすわ。これが X さんの、俺がやってるワックスってこんな感じじゃん。素材が全く一緒で、ちょっと粗いのよ、俺のは。カッターナイフとか削ったり技術がないから。でも力加減、何もないですよ。こっちかな。こっちかな。これ？これっすか。触るのも怖いぐらいなんだけど、 X さんの作品がもう X さんの作品見ます？ 0.03 ミリの職人さんの世界。ああ、エンマさんお疲れ様です。見たい人手挙げ。 X さんの作品見たい人。どこにあるんだろう。見たい？みんな X さんの作品もうレベルが違うよ。ちょっと見せていいか許可取ってくる。ちょっと待って。あ、今 X さんに許可もらったんで、ただいま。これがプロの人のワックスの状態。もうここの厚みが全部均一なの。均一だし、指にフィットする感覚とかわかる？ちょっと歪みがあって、その実用性、ここのフィットする人によって、これもうフルオーダーの状態。そのなんつうの、削りがないとかさ、その曲面の美しさとかさ、レベルが違うの分かるでしょ。見える？もう芸術。そうだから 0.03 ミリの範囲で削ってんのよ。これがブライダルリング特注の婚約指輪かな、ブライダルリングかな、忘れちゃったんだけど。で、その均一なリングが既製品で売ってるでしょ。違くて、その人の指のここの部分に合わせてジャストフィットするように。だからその X さんはイタリアンジュエリーとか、こういうなんつうんだろう、ものも全然いけちゃうっていう。綺麗でしょ。でワックスの段階で傷一つないのよ。わかる？見て。俺のさ、俺が作ってるものと全然レベルが違くて、多分ね、表面で見ないとわかんないんだけど、傷だらけなのよ、近くで見ると。多分ね、ちょっと伝わりづらいかもしれないんだけど、もうレベルが違う。俺が、もう、でも、光でわかるでしょ。光で。これも同じだよ。要は、この原型からこれを作ってんの。すごい世界でしょ。この原型から、これから、これを作るの。で、もう誤差 0.0 何ミリの世界。で、これを、ここまで磨き上げるっていうか、傷一つなく磨き上げるっていうのが職人技。もう、光でわかるでしょ。そう。俺のものと全然光り方が違うから、多分伝わると思うんだよね。ほら、俺のはさ、この素材に近いじゃん。これが素材、元素材なんだけど、削りが荒かったりとか、傷が目立つから色が変色すんのよ。だけど、その磨き上げるその技法を持ってると、もう傷一つないこういうツヤツヤな感じになる。これが俺の作ってるやつね。これが俺今作ってるやつで、これが元の素材、うん、こんな感じ、うん、よいしょ。そうで、これをそのなんつうんだろう、さらに言うと、X さんはそのワックスの技法もできるんだけど、その超金糸って言って金の状態をそのやるのがもともと得意な技法なの。そっちがメインでやってた人だから。すごいよね。だからそのなんつうの、婚約指輪とかも芸能人の人とかも作ってるんだよ。芸能人のそのみんなが知ってるような人の婚約指輪とか、うん、すごいでしょ、レベルが違うでしょ。でも同じ道具使ってんだよ。ヤスリとかなんだよ。え同じヤスリでここまで差が出るんだよ。だからその普通にゴリゴリやるんじゃなくて、こう、回して、この、左手と右手を、普通の人だとさ、こうやってやるじゃん。そうすると均一な面に入るから、その、こう回すとか。で、こう回しながら、こっち側の対象物を回すとか、こっち側とかも、もうすごいのよ。その、なんつうんだろう、こう、もうね、動きが違うんだよね、もう。そういうのも教わってる。なんやろ、かっけーっつって。すごいよね。だからさ、みんなはさ、その、なんて言うんだろう、職人さんって言ったらすごい、高い機械とかで作ってるって思っちゃうじゃん。でも日本人のすごさなんじゃん、そういうこういう職人 0.0 何ミリっていう。例えばさ、この教えてもらったんだけど、これで測るのよ、このはかりで。このはかり、これで 0.0 何ミリ測るんだけど、もうこれだけで15,000円すんだって。これだけで15,000円して、で、その X さんが言うには、これを作ったやつが意味わかんないって言ってたね。俺これ使って、これでやってんだけど、これを作ったやつもすげえよなって言ってた。なんか日本のシェア、なんつうの、世界で、なんて言うんだっけ、まあ、はかりっつうか、なんつうの、目方なんだろう、わかんないけど、用語は。うん、ごめんごめん。やっぱり X さんって言ってるぐらいだから、特定嫌な人だからさ。うん。ごめんね。そういう、詮索はごめんなさい。うん、まあみんな興味あると思うけど。まあだから和道リスナーはやばい人いっぱいいるんだよ。そういう。いろんな業種の、なんつうの。いろんなジャンルのいろんな人がいて面白い。あとはメンヘラババア、うん、主にメンヘラババア。そう、メンヘラババアと成功者しかいないから、うん、だから今回その作るもの自信があるのが X さんがいるからだよ。やっぱりわかるでしょ、その仕上がりとかをさ全部監修して、逆にその教えてもらってるわけだし、最終的な手入れとかもさ俺ができないことはやってくれるって言ってもらえてるから、だから、このレベルのものがみんなのところに届くんだよ。やばくない？もちろん俺はできるところまで全部やるけど、どうしてもその、熟練の職人さんしかできない技法とかがあるのよ。そう。すごいよね。うん。あ、知り合いじゃないかと。うん。うん。まあでも、ここの放送よく見てる人だから、知り合いだったら、あれでしょ、連絡が行くでしょ。うん。個人的に。LINE とか、DM とかで。もう古いここのリスナーさんね、X さんは。ロムセンさんだけどね。ニコ生から見てくれてる人だから。いやいや、謝んないで、うん。気持ちはすごいわかるけど。やっぱり個人情報守れなくなったら俺は終わりだから。リスナーさん晒し上げるのは、俺はご法度だと思ってるから。みんなもされたら嫌でしょ。だから俺が配信始めてる時の唯一のルールの。配信者とかだったらまあいいけどね。横の局面もっと 0.5 ぐらい、半分、3分の1ぐらい削っちゃおうと思ってて、厚みを取って。がっつり減らそうと思って。あ、そうなんだ。ほう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 。いいんじゃない？ニートができるのも特権だし。いいと思うよ、俺。俺ニート賛成派だから。働きたいやつは働けばいいし、そのニートだろうが紐だろうが、それで成り立ってるんだったらそれで俺 OK だと思うよ。うん。とんでもないとんでもない。そんな謝らないで。ごめんね、俺も。親父からのプレゼントだん、それは。ありがたく親父に感謝して、ね。で、働きたくなったら働けばいいんだよ。親父がそのために、多分頑張ってたんだろうし。どうします？上に、いいっすよ。いいっすよ。いいっすよ、いいっすよ。今、天井向いてるんで。はい。大丈夫っすよ。あ、いいですか？いいっす。はい。どうですか？これです。はい。いいっす。ん？何ですか？何ですか？いいっす。今 X さんがアル中の目から職人さんの目に変わってるんだ多分目が覚めたんださっきまで死んだ魚みたいな目してたんだけど、作品見ると目の色変わるから今なんか目方でこう測ってるね。俺の作品何センチぐらいあるんだろう？3っすか？はい、0.3 無理っすよ。0.03 の世界無理っすよ。え、何？いや、どれくらい手の感覚なんですけど、それもうちょ、そんなイメージですね。ちょっと熱すぎるんですよね。うん。そうっす。それくらいっす。あ、もうバッチリ伝わってる。大丈夫。これでしょっつって。やる気スイッチが入ってる今。完全に職人さんの目だよ。だから本当にいいものできるから、安心してください。へー。あ、でも完成したらそうだろうね。あ、イブになった。クリスマスイブだね。メリークリスマスは明日だよね。これが、前回は、わお！みーすけ！メリークリスマス！サンタありがとう！ありがとうございます！みーすけありがとう！メリークリスマス！いいっすよ。普通に声出しても大丈夫っすよ。声で特定なんて絶対できないんで。はい、大丈夫っす、大丈夫っす。これが、この前すげえって言った X さんの作品。すごくない？迫力やばいでしょ。手のひらサイズのドラゴン、360度どっから見てもクリエイティブ、すごいでしょ。なんか叫んだっつって出たっつって すごいでしょ。これの X さんの見どころは、こう腹が出てるっていうか、こうお腹が見えるっていう、ここが腹なんだけど、ドラゴンの腹を見せるっていうのがポイントなんだって。すごいでしょ。シルバーね、 X さんの。え？いい子。みんないい子です。ワドリスナーみんないい子です。ワドアンチがただすごい悪い子。配信会1悪い子。ツバニャンかワドのアンチは敵に回すと嫌だって言われてる。手乗り竜、すごい重量感だよ。何がですか？なんかこっちの方がミリがこう、なんつうんだろう、こう行きたいんですよね。ちょっとだけ、はい。だからちょっとこっち側に体重かけてます。自分のパンってやればいい。はい。やります。頑張ります。あ、いいですか？いた80番です。ありがとうございます。レックさん、アル中の目に戻ったわ。死んだ魚の目をしてるわ。その竜をジッポに乗せてうなちゃんマンの前でタバコ吸いたい。シャンマン、こういうシャンマンも好きだよね、シルバーアートね。なんかいかついのつけてるよね、昔から。十字架だっけ？いいでしょう、だるまさん。なんすか？大丈夫ですか？はい。普通に考えてごらんってこんなもんをさ、はい、見せられたってさ。いやそれなんですよ。昨日か一昨日買ったあれナルト巻きですよそれ。一緒に食べたじゃないですか。あ、そうか。そう覚えてないんだよだから酔っ払って。それ昨日食べたやつで一昨日か。覚えてます覚えてます。そうっすよねそうっすよね。四六時中一緒にいないとダメですよね。会社やってる時その開発の時こんな感じでしたね。もうプログラマーがずっとここでずっとあなたが「はあ」って思った瞬間にそれが変わるんだからはい、持つのーって言い話はい、うん、ありがとうバーガー。いやほんと幸せだよね。なかなかできないぜ。あっ危ねえ。なかなかこんなチャンスないぜ。捨て頃もそうだったけど、だってミノワマンと同じ楽屋にいるんだぜ。意味が分かんないでしょ。ミノワマンさんに配信とは何なのかっていうのを説明してるヒカルくんとの会話がすげえ面白かった。これって何のイベントなのつって、あれっすねYouTube っすねって嘘ついてたからヒカルくんYouTube っすねっつって、あ YouTube なんだっつっていや笑うよね。だってミノワマンさんですごい狭い楽屋だったのよ。ミノワマンさんこの距離にいるんだよ。この距離にすげえよ。そういうさその現場の最前線の人とかとさ芸能人とかとさこうお話しさせてもらう機会とか増えてくるわけじゃん。こういうシルバーの職人さんであったりとか配信者やっててよかったなと思うもん本当に。あ、この前あれだよ、亀田光輝と戦った暴走族の総長いたじゃん。最終戦の。あの人見たよ。いたよ。皆さんこんばんは、和道です。すいません、電波が切れちゃいました。2017年の、12月24日、クリスマスイブですね。0時23分です。よろしくお願いします。はい、野田てるさんはこつ、ごめんね。ちょっとさっきの放送、電波切れちゃった。申し訳ない。機材トラブルです。じゃあ引き続きやっていきましょう。はい、ワード2。ごめんね。電波切れちゃった。申し訳ない。じゃあやりましょう、作業。電波復活したんで。ワード2、みーすけさっきありがとうね。ごめんね。電波切れてた。いいのできたらみんな買ってよ。頼むよ。いいの作るからさ、かっこいいの作るから、みんな買ってね。女の子につけてもらいたいな。女の子に受けるかどうかだよな。俺結構女の子に受けるかどうかが鍵だと思ってるから、女の子受けするブランドにしたいね。和道なのに。和道なのに女の子受け。女の子の可愛いって感覚俺結構好きなんだよ。日本の可愛いは世界に通用すると思ってる。どんな作品になるの？俺が一番楽しみだよ。頭の中にあるけど、実際その、手に取るまでが、怖くて怖くて。わからないじゃん。どんな作品になるか。まあ、手に取るまで安心できないよね。俺も楽しみだよ。ヤスリかけてるのは切断した一部。あ、そうだよ。切断、もともとあったパーツを切断してる感じ。で、それが全部パーツだから。あ、ごめんなさい。僕、ヘッドホンつけてて。あ、会話してたんですか？ごめんなさい。配信回ってます、今。ごめんなさい、ごめんなさい。配信回ってないと思って会話してたんだって。なんか X さん喋ってるなと思って。俺がさ、そう、普通の環境と違くて、ヘッドホンつけてるから外部の音遮断してて、こっから音拾ってるから自分の声と音楽しか聞こえないのよ。のんちゃんとかさ、よく、ねえ、何言ってんのとか、放送中とかよく言ってんじゃん。これがその現象ね。そう。実はリアルな音を遮断してるから、何一人でブツブツ喋ってんだろうと思ったら俺と会話してたんだって。面白い。うん。そうなんだよ。和道さん、和道2ってみんな挨拶してるけど、どういう意味なんですか？よってな感じ？よって感じだ。もともとインターネットのニコニコ生放送で、和骨って言葉があったんですよ。和骨。で、和骨っていうのは、ニコニコ生放送って今と違くて、すっごい全盛期の頃って、サーバーに負荷がかかりすぎてて、しかも配信者が多すぎて、サーバーに負荷かけるからということで、1時間待ちで2時間待ちでみんな並んでる状態で配信を待ってたの。で、一つの配信枠30分のことを一枠って言うんだけど、枠、30分の放送を枠って言うんだけど、枠を取るの2時間とか3時間待つから大変だったのね。だから、その枠取りお疲れ様ですと、リスナーさんが、あ、待ってたよとか、枠取るの大変だったねっていうことで、和骨って言い始めたの。枠取りお疲れ様ですって。で、それが、その枠っていう概念がどんどんなくなっていくんだけど、もう放送が始まったら和骨っていうのが、定番になった。で、今度、和骨っていうのが元々にあったんだけど、和道お疲れ様ですっていう、その和骨からのスラングなのね。和骨が、その和道専用になったのが和骨。だから俺のところしか和骨っていう人いないの。だから、その他の枠で和骨っていうと、なんだお前和道リスナーかよって言われちゃうの。なるほど。豆知識です、うん、了解。そううなちゃんマンのところにワド2って打つとブロックされるから、なんだてめえワドリスナーかこの野郎っつって。え、マジですか？えうなちゃんマンにブロックされたのかわいそう。そうお前俺どんだけ助けたかと思ってんのか3万今 X さん3万にぶち切れてる。ブロックされたらしい。半端じゃないよ本当に。半端じゃないですよね。おこている。うなちゃんマンは NG モンスターだから、ちょっと機嫌悪いだけで NG 入れるから。ちょっとえ、なんですかですよね、うん、姉ちゃんはどついらっしゃい。姉ちゃんいらっしゃい。メリクリ。メリクリですね。ワド2って言って自分で先にブロックする人いないかな。自分で自分のことブロック入れられないから。相手の配信者をってことないんだ。やっぱ放送に見に来るってことは好きだからね。多少なりとも。え、シルバーブランド立ち上げんの。シルバーアクセサリー作ってる。姉ちゃん買って。え、ていうか店でつけて、店で販売させてちょっと実業やるから、シルバーブランドマジで立ち上げるから、姉ちゃんちょっと協力してよ。なんかやろうよ一緒に。ガチの仕掛けだからこれ、姉ちゃん配信のネタとかじゃないから、まあ、人生全部ネタだからいいんだけど、ガチで仕掛けるから、姉ちゃん協力して。あー、ワックスの、この前、繋いだ部分割れちゃいましたね。やっぱ強度弱いっすね。ダメだ。欠けちゃった。あ、しないの？ちょっと店で取り扱ってよ。ちょっと物販コーナー作ってよ。俺どうしよう、かけちゃったな。繋げばいいですか？後でドロッピングっすか？この前ドロッピングしたとこ欠けちゃったっぽいっすね。はい。あ、違う、ドロッピングした部分じゃないよ、別の部分が欠けたっぽい。まあいいや、後で何とかします。あ、大丈夫っすよ、大丈夫っす、大丈夫っす。ここはスタジオですね、シルバーの。今その X さんって言って、僕前からシルバー立ち上げたいって言ってたんですよ、グッズっていうかブランドで。X さんがそのシルバーの職人さん、シルバーじゃなくてその彫金師って言って、要はシルバーとかプラチナ金とかのアクセサリーのその道30年のプロなんですよ。で、ワド君それネタじゃなくて本気でできるよって言って、でお付き合いさせていただいて、こういろいろ勉強させてもらって、で今自分のブランドの商品第1号を作ろうということで、でまあ今日はここでシルバー、朝までシルバーの原型を作る作業雑談ですね。ここは工房です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。